いや、いいんだよ、いいんだけどさ、せっかくさ、たくさんの人にお腹を見せる機会があるならさ、なんかこう、お腹を出す衣装が多かったわけになったんだけど、すごくこう、今時の女の子ではあったから、だから今までにないぐらいに私は筋トレをしてました。なんかほら、なんかこう、シュッてしまってる方がかっこいいじゃないと思って、みんなに見てもらうために頑張って筋トレしたんで。筋トレ偉いでしょ。何気に私お腹割れてるんだから、腹筋。何気にね、皆さんにお見せするタイミングがなくて、あとそのそんなことまで考えなくていいのかもしれないんだけど、みんなでこうご飯とか食べに行った時にさ、やっぱり食べたら食べた分だけお腹って出るじゃない。お腹出るのが嫌なの。お腹出てんのをなんか見せたくないって思っちゃうから、自由がなくなるわけ、お腹が出てる服着ると。だから出したくないっていう。筋肉くんくらいですか。筋肉くんくらいなわけないでしょ。なわけないじゃないの。筋肉くんほどのところを目指すなら、もうダメよ、全てを変えないと。生活を簡単になれないんだから、こうやってやっとけばなるんだろうと思ってる人がいたら大間違いよ。 YouTube 見てごらんなさい。シックスパックじゃない。そんなに私は頑張れない。シュッシュッシュッくらい。